はい、どうも、イケです。今日はこちら PS3 のコントローラーを掃除していきたいなと思いまして、これなんですけど、中古で買ったプレステのセットで付いてたコントローラーなんですけど、結構ね、汚れてるんですよね。こういうとことか横とかの隙間も結構汚れが溜まってたりして、結構汚れてるんで、まあ掃除していこうかなと。まあ一応これでそのまま使ってはいたんですけど、やっぱ汚いなと思って掃除しようと思います。で、この前もう一回やろうと思ったんですけど、持ってるドライバーがサイズ合わなくて、100均でこれ買ってきました。今の100均すごいですね。本当に何でも売ってる。なんかネットで調べたら、プラスドライバーの1でできるみたいなことを見たんですけど、もうワンサイズちっちゃい方がいいんじゃないかな。ゼロのサイズでやってみます。あ、やっぱこれでぴったりだ。なので、PS3 のコントローラー分解したい場合はこのサイズですね。1じゃなくてこっちの0がちょうどのサイズになるので気をつけてください。なんか細かいホコリみたいなもんが、やっぱ相当汚ねえんだろうな、中も。はい、じゃあ外せたので開けていきます。どこから開けるんだろう。なんか一応下のここから、なんか今変なシール貼ってありますけど、ここを押すかなんかで開けれるみたいなことを見たんですけど、開かないな。これマイナスドライバー突っ込んでパカッてやった方がいいのかな。お、お、突っ込んだら開きそう。もう一個大きいサイズするか。んー、なんか反応あるんだけど開かないな。ちょっと開かないんで調べてみます。はい、やっぱここを押しながらこうやるのがやり方っぽいんですけど、反対からやったら反対側の方が開いたんで、こっちから行こうかな。横ももう結構開いてきてるんですよね。なんでここをうまくやっていった方が開きやすい気がする。うわ、隙間のホコリ汚ね。L1 と R1 のボタンが取れました。これどっちが L とか R とかなさそうだな。やっぱりここは引っかかって取れないんですよね。ここはどうやったらうまく取れるんだろう。全然わかんないや。ここが本当に硬い。異様なほど硬い。はい、無事に開きました。なんかやばそうな音がちょっと聞こえたけど、うわ、髪の毛が入ったりもするな。汚ねえな。ちょっとまずバッテリーを取りましょうか。繰り返せば取れるかな。お、取れた。取れたけどなんかくっついてるな、まだ。まあでもここはいいか。でも、あ、でもこっちの表面のケースは綺麗にしたいしな。やっぱ外さないとダメだな。うわ、いろいろばらけた。まあね、まあ細かい部分までは掃除しなくてもいいかな。ボタンは汚ねえからボタンは洗おう。これもこの辺のゴムも洗っときますか。この辺のゴムとボタン、 LR はいくか、 R2 とかも良さそうなんで、これはどうだ。でもこれも汚ねえな。取れるかな。お、取れた。ちょっとこれも掃除していきます。これもだな。よし、じゃあこれ掃除していきます。洗剤とかにつけたりとか歯ブラシとかを使って細かい部分掃除していこうと思います。はい、では今洗ってきたので乾いたら
貯めようと思っていたんですけど、今ちょっと基板の方を見てみたら、ここ見えますかね、これ俺折っちゃったっぽいんですよね。だから多分壊れたかもしれないんで、一回組み立てるだけ組み立てて、ダメそうだったらちょっとどっかでジャンクの PS3 のコントローラー買ってきて基板だけ入れ替えようかなと思います。はい、とりあえず組み立てはできたんですけど、まだネジはつけてない状態で、ちょっと動作確認してきます。はい、意外なことにあそこ折れてたんですけど、スティックは生きてました。このスティックはなんですけど、R2 は生きてたんですけど、 R1、L2、L1 死んでました。ちょっとまた組み直します。はい、結局このコントローラー組み立てはできたんですけど、動画の途中にあったあの壊れたところ、あれが原因かはっきりわかんないですけど、 LR の1は反応しませんでした。 R2 と L2 は反応するのと、あと他のボタンは大丈夫なんですけど、 R1、L1 死にました。はい、というわけで、あまり知識ない人はコントローラー開けない方がいいですね。はい、というわけで今日はここまで。バイバイ。